はようございます。なです。今起きて顔を洗ってきたので、次は朝のスキンケアをしていきたいと思います。ちょっと最近は肌が荒れてきているので、ビューネックを使って、その後にユーロイドローションという皮膚科からもらったやつを使って朝はさっぱりします。このビューネックも優秀すぎて、朝に塗ったやつはもう夜のうちにはもうすぐさっぱりニキビがいないし、夜使うとなんか赤みが消えてたりとか、絶対何かしら効果があるんですよ。もうそれは良すぎて信頼してます。一番の相棒だと思ってます。これくらいですね。とって乳液みたいに使えるんですけど、潤いが足りないなとか思う時も絶対これですね。こんな感じです。はい、じゃあ続きまして、朝ごはんを食べていきたいと思います。朝ごはんはですね、こちらの飲み物 とグレープフルーツのこれです。で、ちなみにこの飲み物はミチョっていう酢の飲み物なんですけど、ね、牛乳と混ぜるとヨーグルト風味になって、すごい飲みやすくてごくごく飲めちゃうっていうやつです。じゃあいただきます。美味しい。これを普段は私炭酸で割って飲んでるんですけど、炭酸で飲むときはすごいサラーって入るんですけどね、牛乳と混ぜるとなぜかとろみがつくんですよ。だからよりなんかヨーグルトを飲んでる感じ。はい、ということでごちそうさまでした。美味しかったですね。今日もなんかすごいさっぱりしました。ということで次は着替えていきたいと思います。はい、ということで着替えてきました。今日はね、9時から顔剃りの予定が入っているので、すっぴんで出かけたいと思います。じゃあ行ってきます。バイバーイ。はい、ということで顔剃り着きました。バンです。車の中でメイクをしておきました。ちょっと早いんですけど、今お昼休憩を兼ねてサバに行きました。で、言ってくださいね。ずっと飲みたかったベリーレアチーズを買ってきました。休憩をしたらあるところに行きたいと思います。バイバイ。あけましたー。正解はプリンクラテになります。撮影に使うゲームとか、とかあとはちょっとベージュコートもね、買ってきたので家帰って紹介します。他にも楽しみます。はい、ということでピンクラテで買った購入品を紹介していきます。まずはじゃあボトムスからいこうかな。こちらです。じゃん。ちょっとカジュアルなね、濃いめのブラウンのボトムスを買いました。ここにポイントが入って、ベルトもセットについててすごい可愛いです。次トップスいきます。トップスはすごいこれ可愛いなと思って一目惚れで買っちゃったやつなんですけど、後ろにね、バーガーとドリンクがね、描かれているトップスです。で、これに合わせて小物を買ったんですけど、ネックレスです。ちょっと袋を開けます。こんな感じでね、結構大きめのハートが可愛いネックレスです。これをね、このように首につけたら、よりちょっとガーリーな感じも合わさって、冬らしさも出るかなと思って、冬物にはたくさん使おうかなって思ってるネックレスです。続きまして、バッグですね。めっちゃ可愛いじゃないですか、こんな感じで。クリアファイルも入る大きさだし、めっちゃ使えるのに、390円なんですよ。めっちゃ安くないですか？もうこれは、お、買うと思って、即買っちゃいました。続きまして、ゴムを買いました。ポニーテールとか高めのツインテールでも、この辺のツインテールでも、後ろから見たらすごい可愛いし、ガーリーが苦手な子でも結構使いこなせるんじゃないかなと思って、買いました。最後に靴下です。これは普通に可愛いカフェオレみたいな感じの色なんですけど、こうやって合わせてお出かけしたらすごい可愛いんじゃないかなって思います。こんな感じのコーデだよってつけたので全体図を見せます。こんな感じです。
結構ねこのコーデはガーリーが好きな子にはもう可愛いと思うコーデだと思うし、ガーリーはあまり着ないよって子でも着やすいようなコーデだと思うので、ぜひ皆さんこれを参考にしてくれたら嬉しいなって思います。バイバーイ。はい、ということでちょっと早い夜ご飯を食べたいと思います。今日の夜ご飯なんですけど、オムライスですね。オムライスとほうれん草スープです。いただきます。オムライスはねすっごい好きなんですよ私。めっちゃ今日幸せな気持ちです。うん、うん、めっちゃ美味しい。皆さんはオムライスの卵はトロトロ派か包んである派かどっちですか？普段はね断然トロトロ派です。めっちゃトロトロとかがめっちゃ好きで、あの卵の半熟みたいな感じがめっちゃ好きなんですよ。だからなんかいつかあの切ったらなんかボワーって出てくるやつ。だからいつかあの切ったらなんかふわーって出てくるオムライスあるじゃないですか。あれを作ってみたいと思ってちょっと頑張ります。ごちそうさまでした。すごい美味しかったです。これからもう5時過ぎてるかな、なんですけど6時からちょっと塾があるので準備していきたいと思います。またお家で会いましょう。バイバーイ。ただいまー。ちょっと今の時刻がですね11時過ぎぐらいなんですけど、休日は6時から10時まで塾があって、帰りはだいたいこんな感じの時間です。じゃあ、お風呂にささっと入ってささっとスキンケアをしていきたいと思います。おう、はい、ということでお風呂上がりました。で早速スキンケアをねしていきたいと思います。でね、もうすでに済ませちゃったものなんですけど、まずボディケアなんですけど、ヒルロイドのこのこれをもう全体にもうまんべんなくやって、それを塗りながらまたマッサージもしつつ塗っています。その次に、ヘアケアなんですけど、ちょっと前まではヘアオイルとか使ってたんですけど、やっぱしばらく試しに使ってると、オイリーに髪の毛がなっちゃって、今一旦全部やめて、シャンプーリンスのみでするようにしています。ということで次はお顔の方のね、スキンケアに行きたいんですけど、お風呂上がりにすぐやっていることは、最近使い始めた無印の導入化粧液をまずボンボンボンってやって、その後にアベンヌウォーターのミストをシューってします。そしたらすぐにキアナナデシコの10枚入りのお米のシートかな使って5分ぐらいね待ってこうやっています。でそれが終わったって感じですね今。でその後に無印用品の化粧水ビーク感肌用高保湿タイプの化粧水と乳液です。続きましてベビーワセリンなんですけど、これを唇にね塗ります。はい、で次は爪のケアをしていきたいと思います。まずドクターネイルっていう傷がついたやつを補修してくれるやつを使ってて、その後に行きつけのねネイル屋さんでもらった爪のオイルを塗っていきます。よし、ちょっと乾かしますね。乾かさない間でやるとオイルと混ざってあんまり効果がないような気がしているので乾かします。はい、ということでスキンケアは終わりです。よし、じゃあ準備します。はい、ということでですね、皆さんどうでしたか？結構休日のお出かけの様子とかが盛りだくさんな一日だったんじゃないかなって思います。早く寝ないといけないのでね、そろそろ睡眠すやすやっていう時間になります。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。